はい、トミショです。はい、ベジャンコです。はい、テッドです。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。というわけで三人称雑談第271回の放送が始まりました。よーし、イエースだ。この雑談放送は毎週ほぼ火曜日20時からニコニコ生放送の三人称チャンネルにて会議ゲートの公開収録という形を取らせて、チャ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 、収録日9月の17日でございます。よろしく。もうそんな経ちましたね。もう経ちましたよ。9月も半分を迎えて、半分過ぎた。本当ですね。だいぶ早い。まあ、なんかあったかな最近は。まあ別に三人称的にはってわけじゃないけど、うん、一応まあゲーム関係のね、ゲーム関係のわちゃわちゃしてる我々ですから、まあ東京ゲームショーはちょっと覗いてきたよっていう感じかな。ああ、そうですね、行きましたね。なんだかんだ毎年行ってるのかな。そうなんだよね、東京ゲームショー。そうかな、去年も行ったかな。特に俺は割と行ってる。そうだね、結構連続で行ってるんじゃない、うん、4年ぐらい 4、5年連続行ってるんじゃないかな、うん、なかなか。まあまあそうね、結構印象としては、うん、やっぱりああいうのも増えてんだなっていう、はい、まあ毎年だけど、うん、ほらほら、あ、いや全然出てこねえわ。ほらほら、 VR? VR、 そう、それ、ああ VR とか増えてたね。ね、さらに増えてんだなっていう、うん、結局体験できてないから何も語りようがないんだけど。そうだね、そうだね、うん、でも見てるだけでもなんか、ああ変わってんなっていうのは分かりますよね。うん、うん、あとあれだな、驚いたのは 5G かな、どこもブースにあった、ありましたね、うん、 5G ジェネレーション、うん、5G だかなんだかね、 5G、 うん、うん、なんか見え方が全然変わるというか、なんかいろんな試みができるらしいね。うん、 5G、 あれは具体的に どうなってるんですか、 5G っていうのは。 5G っていうのは、まあ要はなんか速度とかの問題、速度がまた速くなるみたいな感じじゃない？はい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 、今 4G だけど、うん、規格が変わってさ、使ってるのが、うん、その速度が速くなることによりことにより本当にいろんな、より速くいろんなことができるみたいな、はあ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 、感じだそうですよ。今でもなんか速いなって思うけど、うん、それどころじゃないんでしょ、だから多分。なるほどね。あ、まあ、その携帯のね、回線速度が上がるとか、うんうん、そういう部分だけじゃない何かがあるらしいね。ちゃんとこう、うんうん、まあ、車とかもちゃんとなんかリアルタイムに映像を、その 5G だと送れて、うん、交通事故、なんか自動運転とか、うん、なんかそういう、そう、遅延が基本的に少ないみたいな。はい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 、そうだから結構リアルタイムに近い映像を送ることができるみたいなのが 5G らしいです。なるほどね。いや、なんか、うん、うん、すごいなと思って。それに合わせてなんか AR みたいのもあったんだけどさ、あー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 、うん、AR ってのがいまいちこれもよく分かってないんだけど、 AR っていうのは、うん、基本的に VR ってさ、バーチャルな部分に自分が入り込むみたいなイメージや、うん、あ、はいはいはい。 AR っていうのはここに、あたかもここに何かがあるみたいなイメージ、うん、拡張現実って呼ばれてるやつだね。拡張現実、だから最近多分ドンさんが一番わかるのは、うん、ドラクエウォーク、ドラクエウォークの、ドラクエウォークにさ、写真撮ろうとしてさ、はいはいはい、ここに急にスライムが出てきますみたいな、はいはいはい、ありますね。あたかもいるのみたいな。そう、 AR、 あれも AR なんだ。そう、実際にこの部屋を、まあ、なんかディスプレイ越しに見たらそこになんかキャラクターがいますみたいな。ああ、そういうのが AR。 なるほどね。うん、なんかそれと合わせてやってたよね、 AR のやつと 5G 回線をさらに使ってみたいな。そうそうそう、ね、うん、なんかなんだっけ、 Twitter かなんかで見た、ドンさんに見せてもらったのかな、うん、うんうん、その TGS でストリートファイターの戦いを、うんうん、AR で
机の上でなんかその戦いをリアルタイムにやってる風に見えるみたいなね。そうやるみたいな。すごいよね。そのいつもならさ、キャラクターの背中とか見えないんだけど、うんうん、ちょっとずれてるよねあれね。正面じゃないよね。うん、斜めからこう試合を見れるみたいな感じ。かなり未来をすごいよ、ね、感じれるやつ、うん。あれがさ、もっとすごくなるとさ、あれは1対1だけどさ、うん、例えば FPS のバトロワで、うん。60対6、60人ぐらいが、うん、机の上でなんかこうやってるみたいなのできるのかな。まあなんか面白そう。できるかもしれない ね、うん、すごいすごい時代になってきたなと。一番びっくりしたのはそこかな。それが新鮮だったかな、かなり。まあなんか未来ですよね。そうだね。それによっていろいろ増えてくんじゃないかな、なんかね、うん、まだ VR で、うん、今はなんかやってるけど、うん、AR だったら多分もうちょっと簡単になるのかわかんないけど。そうね、うん、うん、ちょっとゲームもまた進化、ね、それを使ったゲームっていうのもなんかいろいろできそうな気はする。そうだね、進化してしまいますよまた。まあ日本とかだと大体サービスが始まるのが来年2020年とかからっていう話。そうなんだ。やっぱ遅くて、しかも関東近郊とかそういう主要都市から。そうだね、広がっていくよみたいな感じらしいですよ。楽しみですね。それはどうなることやら。どうなることやらですね。なんかいろんなことができるようになったら面白いけどね。そうね、頑張ってほしいです。頑張ってほしいですね。はい。他のゲームはまあ事前にもう結構情報出ちゃってたから、うん、すげえ驚いたっていうのは。これブースだーみたいな感じだったな、うん、あーこれねーってあるよねーみたいな感じだったかな。見て回ってた限りは目新しいっていうのあったかな。そんな。そうねー。そうね。こんな見て回った感じはなかったような気がするな。でもそのうちらさ行かせていただいたのがあのビジネスデイだったんですけど、うん、それでもやっぱりあの体験するにはさ、うん、なんか券みたいのが必要でさ、整理券みたいなのが。そうですね。はいはいはい。で普通にできないの多いし、多い多い。で写真とかも撮るのに、うん、1時間待ちとか余裕であるね。並ばなきゃいけないですみたいな。そう。結構あったと思う。割とすごいなと思って、ビジネスデーでもかなり盛り上がるんだなっていう。うん。うん。印象。本当に、ビジネスで来てる人たちがほぼなのかね。いやー、どうなんだろうね。なんか、高校生っていうわけじゃない。制服着た高校生みたいなのが普通に。歩いてたりしたから、ああ何関係なんだろうって思いながら行ってたりはしたけど、ね、なんかまあつてのつてでみたいなことではありそうだけどな。もうあるだろうし、うん、なんか見学社会科見学じゃないけどさ、うんうん、そういうのもあるだろうし、うん、いろいろあると思う。そうよね、うん、なかなかでしたね。そうね、うん、こちらあんまり信用しないからさ、あのね、待ってまで遊ぶっていう気持ちにならないんで、ね、そうなんですよ。うん、なんとなくその雰囲気を楽しんで終わるみたいな。そうだね、うん、ことが多いね。え、ほんと待てないよね。待てないんですよ。いち早くみたいな、いち早くこのゲームやりたいになかなかなれない、うん、そうなんだよね。ですよね。あれ、なんですかね。おぉ。まあ。きっと並んでる人、俺のこれはあくまでも予想だけど、きっと並んでる人も、それこそ仕事で並んでるんじゃないかなって思う。ああ。まあ、なんかレビューしなきゃいけないとか。記事を書かなきゃいけないとかね。はあはあはあ。なんじゃないかなっていう気がする。やっぱそうなのかな。それか大人になってもいつかやれるからいいでしょみたいな。ああ。やりたいやつは、うん、家でじっくりやりたいよみたいな。まあそうね。うん。ここで得たレベルはうちに持って帰れないでしょみたいなさ。うん。
そういうのもあるのかもしれないね。COD あったね、うんうん、普通に COD あった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 。だなんかほんとサクッとできそうなやつならまあそうだね、ね、うん、あれかなと思うんだけど。そうでもそれをやるのに2時間ぐらい使って、うん、そこに他まだ回るとこいっぱいありますってなるとそうなんだよね。うん、なんか全部見れないやってなっちゃうのもあれだし。そうなのよ、別にさ4日間全部行くわけでもないしさ。うん、で本当はさ、その東京ゲームショーってインディーゲームのコーナーがあるじゃん。ある、うん、で普通のブースよりも ちっちゃいさブースで、うん、なんかそれぞれが作ったゲームが並んでるんだけどずらっと、はいはい、本当はインディーゲーム触りたいのよ。やりたい、触りたい、あれすごくやりたい。そう、うん、だけどインディーゲームのコーナーって確実に横に開発の人がいるのね。いる、もう真横だよね、関係者が。そうで、うん、触る握りに行くと、まあ、触りに行く前からどうですかとか言ってくれたりするんだけど、うん、遊んでるとこうやってやるんですよとか、うん、それはこういう意味なんですよみたいなことをこう教えてくれるんだけど、うんうん、それが辛いっていう緊張するからさ、やっぱり一旦ちょっと遊ばしてほしいみたいな。そうなんだよね、自由にね、うんうん、あれがね、それこそなんか服屋さんでさ、うん、はいはいはい、選んでたらどうですかみたいに言われるみたいな、あの感じ、あの感じね、いや大丈夫なんですっていうふうに言いたい、うん、はいはいはい、そうなんだよ、しょうがないけど、うん、どうにかなんねえかな。結構囲まれる時あるじゃん、囲まれてる人とかもいたじゃん、一人でやってるけど、うん、そこの開発の人たちなんか3人4人とかいて、そうだね、うん、いろんな人にいろんなこと言われてるみたいな、うん、ああなるともうなんかゲームを楽しむってよりなんかさ圧感じながらって結構あれ、うん、そうだね、辛そうだよね。うん、面白いって言わなきゃみたいな、うん、そうなんだよね、そうな、そう、そうなんだよね、 それがちょっとね、うん、感想を言いづらいというかさ、そうだね、うん、まあ、しょうがない、そういうもんだから、しょうがない。まあそうだね、プレゼンとかを、うん、まあ、したい、そうだね、インディー側の人間違いなくしたいだろうね、多分ね、うん、アピール、ビジネスデーなんて特にしたいんじゃない。そうだよね、ねえ、誰がやってるか分かんないしね、うん、いやなかなかあのコーナー楽しいんですけどね、すごく、ね、うん、もっと やりたかったね、 やりたいよね、うん、いろいろやりたかったなと、勇気が出なかったけど、ね、俺らが行った日がさ、うん、そのあんまりそなんだ、あの好きな格ゲー類がさ、うん、イベントやってなくて、そんなに、はいはいはい、俺らね、そう木曜日に行ったんだけど、初日だね、うん、だなんか金土日でやることが、うん、そうだね、多いっぽくて、うん、だからね、ほとんどそのいや結構期待してたというかさ、うん、お会いできるかなと思ってたのよ、はい、あの格ゲーのプロゲーマーの方たちに ね、うん、うん、でも結局見れたのはね、ももちさん、ああおだけだったのかな、梅原さんとか時田さんとかは見れずだったんだよね。ああ、有名な人ね。うん。ほとんどだったな。金曜にすればよかったみたいな思っちゃったもんね。確かにあんなになんかイベントをそんなにやってないとは思わなかったね。うん、ね、もう少しなんかやってくれてるかなと思ってたんだけど。大会とかさ。やってなかったね。大会とかは土日一般にやるっていうのはまああるけど。一般でやってたんじゃないかな。そうね、そう放送で見てたわ。あ、そう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 、ツイッチとかの配信を、うん、ね、結局放送で土日にやったあの一般デーにやってた、うん、やつを見てたけど、いやすごかったみたいだよ、人数がやっぱ。あ、そう、見てた人数もそうだけど参加した人数も1000人超えてて、あー、いいじゃないですか、うん、なんかすごかったみたい、なかなか、なるほど、うん、結果そのももちさんが優勝したんだけどね。ね、うん、なるほど、なかなかすげえなーと、うん、家で盛り上がってました。生でちょっと見たかったなーとは思いましたけど。そうね、あれ、あの空気感実際感じてみたいよね。そう、感じてみたいんですよ、なんだかんだ見たことないから。うん、うん、そう、コメントでもある通り、そう、この選手の場合はすごいみんな見に来て盛り上がるみたいなのがやっぱあるだよね。うん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 、うん、ああなるほどね。そう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 、そういうのもなんかちょっと体験してみたいなとは思うんだけど。
結局体験できず、うん、で来年はちょっとそういうところをそういうところを狙って、うん、イベント、まあ、もうちょっと調べて、うん、そうだね、何の調べもなく行ったからな、うん、そう行っちゃったから、ね、もう少しなんかスケジュールをねチェックして、うん、でビジネスにあんま大会とかやんなそうよね。まあだって基本的にビジネスでやるんじゃないかな、ね、うん、まあ、大会はないだろうね、一般でやるんじゃない大会の場合は、ね、もうちょっと来年は調べていこうかなと。ああそうです、ね、思います。はい、結構あれですね、そういえばあの三人称知ってる方いましたね。いたね、いた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 、ちょいちょい話しかけられた気がする、うんうん、ありがたくも、うん、あのさ、うん、そうだわ、ブースでまあなんかさ、いろいろゲームのさ、うん、パネルみたいのが置いてあってさ、はいはいはい、なんか写真撮れますみたいな感じのところが、うん、まあ各所にあるんだけどさ、うん、一発目かな入ったらすぐ COD のコーナーがあったから、そう、あちょっとパネルでっかいのあるしかっこいいなと思って写真撮っとこうと思って、軽い気持ちでこう行ったら、撮ってくれやっつって言って、なんかそう撮ってくれって言ったらさこれつけますかみたいな感じにスタッフさんがあのあれか ベストというかな、何あれ防弾チョッキみたいなのをこうスススッと、コールブリューティーのコーナーだからなのかな、ね、うん、うん、持ってきてくれて、うん、あとヘルメットか、うん、つけますかみたいに言われたから、あ、まあ、じゃあせっかくだなと思ってつけてさ、うん、でなんか無線機みたいなのも渡されてそうだね、で無線使ってる人ってどうやってたっけなっていうのが全然出とかなくて、あんまりね、銃とかだったらさ分かるけどさ、そう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 、無線を持って決めることって多分まあないよまあない、なんで無線機だったんだろうね、あれは。そうやっぱ銃機はダメなのかな、かなー、あ多分ダメなんじゃないダメなんかね、うん、だからどういうポーズをしたらいいか全然分かんなくて、うん、それでなんかちょっと腰落としてみましたみたいな、うん、感じになっちゃってさ、そうすげえ新兵みたいになって、うん、でちょっと恥ずかしいしさ、ね、なんか周りが結構見られるし、あれ そりゃそうだよ、うん、あんなことをやるの、うん、多分あんまいないだろうから、そうだよ、そうなんですよ。でありがとうございましたっつってさ、うん、こうベストとか脱いでヘルメットとか返したら、うん、最後の最後で三人称さんですよねって言われて一人ねいつも見てますとかって最初に言ってほしいよね、めっちゃ恥ずかしい、うん、めっちゃ恥ずかしいと思ってあ、そうですとか言ってそこでお前のちょっとしたベストが着れないもたつきとか、うん、もうあれすべて見られてなんかちょっと恥ずかしがってるとか、本当は銃あったんじゃない、あったんですかね、うん、でもこいつだから無線機渡してこんねんな、うん、そんなかな、そうなのよ、全然ベストも着れなくてさ、どうやって来たらいいかわかんねえっつって、うん、手のとこに着させてもらって、全部そう全部着させてもらってたもんね、うん、ヘルメットも、うん、超恥ずかしかったわ、そうね、最初に言ってほしかったよね、最初に言ってほしかったよ、そしたらもうちょっとなんかできたでしょ、いやもうちょっとできたかもしれないいや最初に言われてたで言われてたで、なんか、うん、変な面白をやんなきゃみたいな、あー確かにね、うん、ポーズももっと変な風にしなきゃみたいなので、うん、なんかやばいコーナーが出来上がってたから、うん、可能性はあるね、うん、こそっと言ってくれていや知ってる方いるんだなと思って、うん、ありがたいよ ね、 ね、あ、いやありがたい話ですよ、うん、ね、あとほんとすれ違いざまにみたいな、うん、感じだったよね、そうだね、声かけてもらって、うん、ありがたいことに、ありがたいです、まあそんな感じでしたか、そうですね、うん、TGS はそうだね、うん、ですよね、うん、他は特にですか、他は特にかな、あとドラクエウォークやったぐらいじゃないですかドラクエウォークやってたね、うん、それぐらいですかね、うん、やってます、あの後もドラクエウォーク、ちょいちょい出かけるときに覗いてはいるぐらいかな、あそうね、うん、でももうほとんどあれさ、やっぱ移動しながらやろうとするとさ、うん、どうしてもドラクエトレインになっちゃうんだけど、あーわかりますあーそうね、電車に乗ってもこう起動できるじゃん、あれ一応、うん、一応できる、そうだから次の目的地は次の駅のところらへんだみたいになって、すごい勢いで駆け抜けていくみたいな、そうそうだね、すげえダッシュするよね、そう
ドラクエバスかトレインだな今んとこ。ドラクエバス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 いい。ドラクエバスね結構ちょうどいい。ドラクエバス良さそう。ちょうどいいんですよ。止まってくれたりするし。あバスは良さそうだね。まあ車も。停車駅も。車もだって帰り TGS の帰りさ。お友達のおにぎりくんも一緒にいてさ。でおにぎりくん運転して俺と鉄道さんとドンさん後ろの席座ってさ。もうなんかやたらもうドラクエウォークでなんか右にいるから曲がってくれとかさ一車線しかないのにもうちょっと右行ってくんねえかとかさすごい文句垂れながらやってたよね。やってさドラクエウォークのクエストをやるのにさ、目的地を設定しなきゃいけないからそうだね。そうそれちょっとまあ車だからその先を考えてちょっと先の方に目的地を設定してそこに行くようにそうやろうとするんだけど急に右曲がられたりするとまた設定し直したりしなきゃいけないからすげえ文句垂れてたね。みんなで本当にめちゃめちゃ文句言ってた気がする。めちゃめちゃ文句言ってた。早い。そう言っちゃうからね。多分うるせえなと思ってた。そうだね。そうおにぎりくん一回もできないしね。そうだね。運転中だからね。かわいそうなことした。全然それ以降はそんなに。でもで、ねまあ、ポケモン GO が今どうなってるのかわかんないけどさ、まあ、要は同じ系統のゲームじゃない。で今日、電車乗ってこうとある目的地までバーって乗ってたら、降りた先になんか人がいっぱいいて、なんか道の横に、はいはいはい、でも明らかに何かに並んでるわけではないみたいな。あこの感じポケモンで知ってるなと思ったら多分あれドラクエウォークで、あそうなんかねでっかいボスみたいなのが出てくるようになるのよそのうち。あなんかそうっぽいね、レイドをね、そうそう8人ぐらいで戦うみたいなのを多分やってたんだろうなって思う。はい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 、あるよね。俺もちょっとそこまでは行ったわ。またなんかこれが問題になったりすんのかなとかちょっと思いながら、ポケモンの時も結構いろいろあったもんね、なんかね。まあなんかあったね。やんないでくださいとか、うちがスポットになって大変だみたいな、なんかそういうのね。はい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 。どうなのかなってちょっと思ったりしながら、まあちょこちょこ遊んでるかなって感じ。ちょいちょいなんか、あその集まりだろうなみたいなやっぱあるよね。ある。あるあるある。割と家付近であったもん。あ、そう。すごい、まあうち坂なんだけどさ、坂の途中に、普段はいなかった大、いないんだよね。あの時間にあの若者たちは絶対いつもいないのに、そうなんか 4,5 人でずっと固まってなんかやってるからさ、これ絶対そうだと思ってなんか来たんだろうね。坂に坂になんかモンスターがなんか、なんかいるんだろうなと思ってぼーっと見てましたけど。まあ、他に何か目立ったことはありますか？目立ったことは特にかな。あちょっと喉痛いぐらいかな。あなんか言ってたね、喉が痛いとか。なんあれ。いや多分風邪なんじゃないかなと思ってるけど。風邪なのかよ。多分風邪なんじゃないかな。風邪ひいてんのか。でもね、薬を一応飲んでまして、扁桃腺に効くやつ。扁桃腺に効く。ガチガチの風邪用のやつじゃん。ハレナースって言うんだけど。ハレナース。なんか聞いたことあります。ハレナースを飲んだら幾分今はマシになったかな。あ、そう。あの唾、唾飲み込んで痛かったのに。結構なやつじゃん。完全じゃん。やばいと思って、で結構薬を飲んでみたけど全然効かなかったんだけど、ハレナースは効いてきたっぽい。へえ。今んとこ。大丈夫。つばさん込んでも痛くなくなったから。あ、そう。なるほどね。ハレナースがね、なかなか、わ、これ効くだろうなっていう味すんのよ。ああ、なんかでも苦めの。ちょっと苦いて、なんかね、独特な味がして、なんか1日3回ぐらい飲まなきゃいけないんだけど。おお。結構効いた。ガッチガチだね。で、ペイさんからもらったペラックがあったんだけど、多分ね、もうペラックじゃ効かないところまで行ってたのか、あまり、あまり効果がなかった。ペラックじゃダメ。ハレナースなかなかいいかもしれないです。
これナース俺聞いたことなかったわ。あ、マジ？うん、これナース、うん、でもそれはあれでしょ、喉が痛い扁桃腺レベルの。そう、多分そうここだもんね。うん、すごい口あんぐり開けてる。ハレナース、ハレナース、ハレナースでしょ。うん、あの映画館の予告のキャラクターみたい。ほんとだこれね、うんうん、おーっていうあのやつ似てる、うん、これよかったっすわ。これいいんだ、うん、水なしで飲めるそうじゃないですか。あ、水なしでいけんのすごいね。あ、そうなの。うん、いや水なしきついわ。水なしきつい。水なし俺は無理だな。それはいける人はいけるっていうやつ。うん、水なしはちょっとやだな。粉水なしってやばいね。なかなかだよね。うん、俺も無理だわ。オブラートに包まないと無理。無理だな。うん、なかなか良かったです。今んとこ少女にぴったりだったのか聞きました。なるほどね。かなり。うん。とりあえずは多分この季節の変わり目に来たんでしょうね。来てるね。そうね。そろそろ、まあまだ暑いっちゃ暑いんだけど。うん。なんだろうね。まあでも涼しい日も。ちょっと増えてきましたね。うん、なかなかちょっと体調にも気をつけなきゃ。そうですよね。こっからなんかあれらしいぞ。インフルとかも流行ってくるっぽいから。ああ、そう、なんか結構ご心配リプをさ、いただいてさ、うん、いろんなご意見をいただいたんですけど、はい、やっぱりインフルエンザとかも流行り始めてるっていう声は、うん。あとそこからほっといたら全然違う病気になったみたいな人もなんかいたり。いや、インフルじゃなくて喉の痛みから発展して、そう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 、なんか入院したとか、なんかそんなレベルの人もいるみたいで、あ、怖っと思って。怖いね。うん、そう、あれこれで治んなかったら病院行こうと思ってたんだけど、意外と意外といい調子、意外といい調子になってきたから。なるほど。うん、いや、ほんと喉から熱とか出るもんね。出るね、平気で。あ、ちょっと気をつけないと。という感じです。うん、ね、うん、まあ、今週テーマ、はい、いただいております。はい、今週テーマが、なぜか家にあるものというテーマで、うん、お伝えしてるんですが、はあ、なんかこう、パッと思いつくものある。例えば実家とかでさ、なんかこれあったなみたいな。なんかそういうのってある？パッとがね、出てこないんだよね。俺も結構考えたんだけど、なんか、いや、俺も考えたんだけどね、なんか多分それが当たり前だから、うん、そう、自分にとっては。うん。なんか人が見たら違うんだろうなとは思うけど。うん、あ、でも、なぜか、うん、最近ちょっとあるのが、うん、鉄道さんがポケモン好きじゃないですか。はい、うん、ちょっと異常なほどに好きでしょ。別にそこまでじゃねえよもう絶対そうじゃん、すごいハマってるじゃない。ハマ、うん、ってるわけじゃないよ。だからそのまあこの前一回つぶやいたんだけどさ、ツイッターで、うん、そのあれアイスのさ、うん、なんだっけ、21じゃねえや、なんだっけ、31だわ、うん、そう、うん、そう31でさ、うん、なんか限定でまあアイス買うと、うん、カップだったりスプーンだったりがポケモン仕様になってて、でさらにクリアファイルをあげますみたいな、うん、やっててさ、うん、なんか、まあ、つい買っちゃって、うん、でクリアファイルもらって、うん、で普通に今うちにね、そのポケモンのクリアファイルがポッと置いてあるんだけど、うん、これなんであるんだろうなってなんかふと思う時があるの。俺別に、そう、まあ、鉄塔さんに渡すためにね、持ってはいるんだけど、なんであるんだろうとは、そういうのは最近ある。そのロッキンの T シャツとかも、ポケ人にやる用のもんを結構長らく置いとくから、そう。あれこれなんだっけってなる。あれこれ、うん、あ、そうか、鉄塔さんだわっていうのはあるけどね。それぐらい、本当に。最近そんなに、最近のって、まあ、あれだもんね、うん、あんまりないよね。なんだろう、なんであるんだろうでしょ。自分の家ではあんまりないんじゃないかな、うん、欲しいと思って買うからな。そうね、一応理由がまあ分かる、うん、そうそう、わけだから、うん、そんなにないと思うけど、実
か、ちょっとね思い出せなかったんだよね。俺もね結構思い出そうとしたけど、ないんだよな。前の家のことも思い出したりしたけど、昔のあのベニヤの、そうベニヤで固められた川で流れちゃったね、増水の時に川で流れて住所が変わったあの家でしょ。そうあの家、今もなお流れ続けている。迷惑だな本当に。ないんだよな。まあじゃあちょっと人のね聞けば思い出すかもしれないから、はいはい、そうですね、いろいろその方向で行こうかなと思います。佐久間さん、男性の方。はいはい、朝方こんばんは。こんばんは。こんばんは。今回のテーマ、なぜか家にあるものですが、それは初代のマッキントッシュコンピューターです。マック。マックだ。ピンとこないと思いますので、ぜひマックパソコン初代で検索してみてください。こんなだったんだ。点キーもなく、画面も iPad よりずっと小さいこのコンピューターが、なぜか、私の家に生まれた時から家にあると。こんなだったんだ。こんな感じだったんだ。おしゃれに見えるな。逆に。そうね。ここまで来ると。ここまで来るとおしゃれに見える。幼い頃はこれで遊びなさいと父に言われ、フロッピーに入った潜水艦ゲームやドット RPG ゲームで遊んでいたりしたりとかあります。なるほどね。フロッピーってもう若い子は知らないかな。知らないんじゃない？あんま知らないかもね。あのフロッピーっていうのがあったんですよ。あったね。何で表現すればいいのあれ。保存する時のこのマーク何っていう人多いかもしれないね。そう、あれなんだけど。まあ記憶媒体って言えばいいのかな。まあそうだね。フロッピーディスク。父が会社から持って帰ってきたものだと思うのですが、1995年当時は家にコンピューターがある家の方が少なく、まあそうだろうね。そうだね。またそもそもコンピューターが一人一台あてがわれる会社も稀だったと聞きますので、一体父が、なぜどのようにして持って帰ってきたのかが不思議です。なるほど。現在は私が魔改造を施しギリギリインターネットにもつながるようになってます。そうか、すげえ。この時代はつながらないか。そうだよね。すごいな。すごいわ。お三方が最初に触れたパソコンのメーカーはどのようなものでしたかと。メーカーメーカーで富士通とかそういうこと？富士じゃない？そうね。わからん。お下がりだからな。うちに初めて来たノートパソコンは富士通だったな。あ、そう。うん。何だったんだろう。父さんのお下がりだったな。富士通のやつで。でも大体富士通。富士通だと思う、大体。大体多かったのは富士通。友達も富士通だったな。富士通だよね、やっぱり。富士通。富士通、うちも一個富士通だったな。富士通でしょ。富士通のやつで、あの明日のジョーのタイピングゲームやってたわ。タイピングゲームほんと流行ったからね。流行ったからね。NEC だ。NEC。ペイさんそうだ。ペイさん NEC だった。俺 NEC だわ。うん。そうでしたそうでした NEC でした。でも自分で新しく買ったっていうか買ってもらったのはなんかマウスコンピューターだった気がする。俺あれだな、ドスパラで買ったやつなんだ、なんだったかな。ドスパラさんで買ったやつ。ドスパラさんは結構いろいろ。ドスパラさんで買ったやつ。で多分だよね、モンスターハンターフロンティア、フロンティア仕様か、バトルフィールド2仕様かな。バトルフィールド2仕様かもしんない。バトルフィールド2仕様。なんだろうね。なんだろうあれ。サランはあの時期のあれは。あれ何だったんだろうな。もう分かんなかったからさ、あの時って。そうだね。BTO で。Mac の画像でさ、おにぎりみたいな形の Mac、すげえ流行ったよね。多分これがスケルトン役だったのかな。ああ、スケルトンっぽいやつね。なんか横がそう、色がついてて、ちょっとなんか。青とか赤のやつ。めっちゃ大学に置いてあった。ああ。カリ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 ってずっと音出てた。はい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 。懐かしいね。懐かしいな。懐かしい Mac。もう今は、ほんと当たり前ですもんね。うん。てか、当たり前すぎて逆に持ってないみたいな感じのかもしんない。携帯がすごくなってるから。ああ、パソコンを？うん。
まあまあそうね、今だってパソコン持ってないって人が増えてきてるっていうもんね。そうだね、うん、うん、まあそうよね、うん、だってパソコンと変わらんもんね基本的には。そうね、能力的だから用途がどういう用途で使うかにもよるけど、うんうんうん、まあまあ一通り最低限はできますよみたいなのがもうスマートフォンだからね、うん、そうね、ブラウザアプリじゃなくてブラウザで見るとかも全然できちゃうから。できるね、うん、ね、そう考えるとすげえな。すげえですよ、うん、続きまして、はい、下町の小倉さん、はい、大西のミスさん、こんばんは。こんばんは。今回のテーマに関してお便りを送らせていただきます。はい、私のなぜか家にあるものですが、うん、それは任天堂の64、64です。うん、う、先日実家を掃除していると懐かしいゲーム機がいくつか出てきました。ほう、うん、それらは私の2つ上の兄がよく遊んでいたもので、スーパーファミコンやセガサターン、初代のプレイステーションや、うん、特定のゲーム専用コントローラー、うん、バーチャコップ用ガンコン、懐かしいなぁ。で、電車でゴーって、電車でゴーのあのガジェットのやつ。あ、ガジェットのやつだね。ジェットでゴー専用コントローラー。ジェットでゴーの専用コントローラー？ジェットでゴー、うん、あるんだ。なんかハンドルみたいなのがあるのかね。あ、あったような気がする。などが出てきました。難しいな、全然遊ばせてくれなかったらなど、当時のことを思い出しつつ整理していると、そこに、うん、緑のスケルトンの64が姿を現しました。ほう、ああ、すると一緒にいた母が、これ買った覚えがないなと言い出したのです。ほう、うん、しかし私は小さい頃その任天堂64でスマブラをした記憶があります。ほう、普段一緒に遊ばせてくれなかった兄が一緒に遊んでくれた数少ないゲームなのでよく覚えてます。もちろん、うん、そこでいっぱい負けましたと。うん、64が最新ハードだった頃、小倉家、下町の小倉さんだからね、小倉家に、うん、確かに存在していた64でも親が買ったわけではない64。ほう、うん、ではなぜこの64が我が家にあるのだろうと、本体とコントローラーの裏を見てみると藤田と書いてありました。あれ、ほう、兄は覚えてないの言ってまいあれ、藤田、家の裏に兄の同級生の藤田くんがいたような気がしますが、あれ、嘘は闇のままです。もうそれじゃん、もう確定じゃん確定だよそれ。これ借りたのかな。本体借りることってなかなかないよ。うん、なかなかない。でも持って、裏のからも勝手に持ってくるの無理、難しくない？いや勝手には無理よ、まあ、無理よね。だからやっぱちょっと貸してって言って、借りたんでしょうね、うん、だからうちでやろうぜっつって、でそのまんましちゃったってことかじゃないかな。なるほどね、懐かしいな。まあ、そういうのは結構あるよね。あるね、貸し借りはね。貸し借りはあるよ。ゲーム、まあ、本体はなかなかないけど。いや本体はないな、うん、ソフトは、まあ本体俺はまあ盗まれたことがあるからあれあー、そのなんか貸し借りじゃないからね、でもうん、うん、完全にそのボアだったわけそれはあれだっけ、ゲームボーイだっけ。ゲームボーイ、あー、あー、まあそのサイズ感ならさ、まだわかるけどさ。そうだね、そうよ、まだまだまだわかる、まだわかるよ、まあ、片手でいけるでしょ、ね、うん、うん、その64とかね、64でかいもんな。でかいぞ。コントローラーありきだったら結構もうんきついよ。ちょっと尖ってるしな、うん、そうね、見てよ、ロボットなんであんな変な格好してんだろうね。なんか飛行機すごかったね、山みたいな感じやつ、ね、うん、でも使いやすかったな、意外とね、うん、意外と意外と持ちやすいっていう、なんか不思議な構造だったね、うん、いや64好きだったな、すげえ。わかる、64すげえ好きだった気がする。64と、うん、任天堂キューブってなんかすげえワクワクする感じ。ワクワクしたよね。なんなんだろうね、あれね、あの感じね。 あれめちゃ好きだった本当に。わかるわ。さっきあのバ、うん、ガンコンの話、ガンコン、バーチャコップ。そう、俺もバーチャコップ好きでさ、ゲーセンであのしゃがむやつ、それも好きだったの。てかそれが本当はやりたかったの。あれはね、多分ね、タイムクライシスっていうゲームで足で踏んでしゃがむみたいな。踏んだらしゃがんでね、なんかバーチャコップ避けてみたいな。そう、ガンコンを使うゲームかなり好きだったんだよね。だからそれあったね、青と赤の、そう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 、
青と赤のやつでめちゃめちゃ好きで、ゲーセンで見かけると結構やっぱちっちゃい頃やってて、やってたやってた、でそれが家でできるんだってことでめちゃめちゃ嬉しかった気がするな。ガンコン、あとねガンバレットっていうやつがあったのよ。あれ俺それ知ってるぞ。それ発音ガンバレットだったな。あ、ガンバレットか、こっちか。でもガンバレットもかかってるんだろうけど、なんかジャガイモみたいな。そう、なんかジャガイモみたいな、うん、なんか特徴的なキャラクターなんだけど、わあ懐かしい、これ懐かしいでしょう。ナムコなんだ。ナムコさんのやつ、この銃のやつの横の赤いボタン覚えてるわ。これやってたな。これもゲーセン、ゲーセンカラーかな、最初ゲーセンカラーで、あー面白いな、なんかまあミニゲームっぽい感じなんだよね。そうね、ちょっとパーティー感あるゲームだったよね。ガンゲームのパーティーゲームみたいな感じ、かなり好きだったな。ちょっとその記憶が蘇りました。ゲーセンだとさ、ジュラシックパークとかいうライド型のさ、うん、あったよね。あった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 。今はもうああいうの出てないのかもしれないけど、なんかその系列結構あったよね。ねえ、なんかトロッコに乗って進んでって、あああったね、床が揺れるみたいな。うん、あれをね、なんか高校生の自分だったか女の子とやったことがあるような気がするんだけど、ジュラシック、おすげえ下手だったのそれが。あ、なんか下手とかあるんだ。だからなんか死んじゃうのよ、なんか死んないけど俺だけわーっつって、はあはあ、なんか、ね、隣で頑張ってる中、なんか銃を置いてコトコト揺れてたような気がする。いやでもああいうゲームって難しい印象はあるね、うん、ああいうのって難しいわ。懐かしい懐かしい、これ。で続きまして、はい、サトビッチさん、男性の方。ビッチビッチ、ドサンペサテトさん、こんにちは。こんにちは。はい、テーマがなぜか家にあるものということので、私の家になぜかあるものは木彫りの大黒天様と恵比寿様です。ほうほう、大きさも形も様々ですが20体ほど家に飾っております。すげーあるな、めっちゃ多いじゃん。ちょっと怖さまだな、うん。その中でも一番大きいものが高さ約1メーター、幅40センチ、奥行き30センチで3体ずつ。でかいじゃん。なんで3体ずつあるの。 1メーターってでかくない。でかいでかい、めっちゃでかいわ。幅細くない？ふくよかじゃない？もっと大黒様とか恵比寿様って。もう直立。めっちゃ細くない？シュラッとしてる。スラッとしてるさ。まあ、木彫りだからなのかな。ああ。彫ってある部分はもうちょっとなんか違ったりするのかもね。なるほどね。小さいものだと高さが約30センチぐらい。それでも結構でかいね。うん、のものになります、うん。うん。両親に聞いたところ。祖父母が業者から仕入れて、うん、業者歩いて会社に売りに行って余ったものが置いてるらしい。へえー、ああそういうなんか七福神の木彫りを売る仕事をしてたってことなのかな。ああへえー、なるほどな。まあ、会社のなんかねちょっと古い会社というかさ、個人経営の会社とかになんか置いてありそうだもんね、後ろとかにとか、うん、そういう人形。へえ、ただ一番大きいやつが約60万ぐらい。おお、結構するんですか。でもするんだね。そうだろうね。月に2体ぐらいずつは売れていたらしいです。すごい、ね、売れるね。ねえ、どんぐらいなんだろう。売れるな。2体、ね、2体、買うね。120万でしょ。すげえわそれは。あ、そうか、分からないと。どんぐらい仕入れてんだろう。よかったら一体いかがですか。ただで差し上げます。ただでもどこに置くのそれ。1メーターのやつでしょ。1メーターってどうかなぁ。猫が爪研ぐと思うわ、多分そこでガリガリにバチ当たりだよ、すごい。本当だよね、不幸が訪れそうだわ。へぇ、すげぇ。続きまして、はい、はい、恋したみかんさん、女性の方。おい、はい、ドサンペさん、テトさん、こんばんは。こんばんは。なぜか家にあるものですが、私の祖父母の家には
鬼のお面が3つ並んで飾られています。ほう、鬼のお面、祖母の家に行くとお面が飾られた部屋に兄弟で寝ていました。うん、はあはあ、頭上に飾られた鬼に見下ろされた状態で寝る。ほう、見下ろされた頭上っていうのは別に天井ってことじゃないよね多分ね。なんかあの横っちょの横っちょからタンコポンポンって選んでて、まあ、そこに 目が行くってことなのかな。あ、可愛い鬼ではなく牙を出しているまさしく鬼の形相といった顔をした3つの顔が怖くて、うん、兄弟揃って怖いと訴えましたが、祖母はそんな襲ってきたりせんと言い、祖父もその様子を微笑んで見てるだけで、鬼の面を外してもらうことはできませんでした。なるほど。今でもそれらは飾られていますが何のためにあるのか、うん、なぜ外してくれなかったのかは、ボケ始めてしまった祖父母に聞いてもちんぷんかんぷんな返事しか返ってきません。あら、はあ、もう一人の祖母の家には髪の長い日本人形がいますか、なぜおばあちゃんたちは怖いものを飾るのでしょうか。ああどうまあ魔除けみたいなそういう意味合いもあるのかな。あどうなんだろう。でもなんかなんでだろうっていうのは確かに飾ってたりするわ、うん、変な人形とか人形確かにあったかもな。うん、そういうの日本人形はあったわ、おばあちゃんち。日本人形はあった。昔は特にあったかもね。うん、なんでだろうっていうのは確かにあるな。そのうちやっぱ我々もあと 2,30 年ぐらいすると飾りたくなるのかな。あーどうなんフィギュア感覚なのかな。あー時代そうなのかな。俺らがその今のその時代の人たちはフィギュアをこう持つわけでしょ、うんうん、その感覚で昔の人はそういう飾るものといったら日本人形だったりとかさっきの木彫りのやつとか、うん、っていうことだったんかね。だから俺らが年いってから、うん、その辺を飾りたくなるとかってなるのかな。なんのかな。フィギュアとかになってるんじゃない。だから、うん、本当にフィギュアと同じってこと、うん、だから鬼の面はなんか仮面ライダーのお面みたいな感じのイメージ。そう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 、うん、なのかもしんない。なるほどね。うん、だから我々が大人になってそういうのを飾ってたとしたら子供の世代からするとなんであんなバッタの怪人みたいなのが飾ってあるんだみたいになるわけか。怖えよ。そうだよ。なるかもしんない。うん、これ何なのってなる。なんのかな。うん、いろんな、 なんか意味合いがありそうだよね。ありそう。なんか昔の方が結構意味はありそう。まあね、うん、もっとまあいつの時代から置いてあるかにもよるけど、まあ信心深い面もあるだろうし、うん、まあ、もらったから仕方なくみたいな側面もあるかもしれないし、うん、そうね、いろんなのがありそう。でもなんか聞いてみたいね、そういうの。なんで、あ、そうね、どういういきさつでこれが飾られたのかっていうのはちょっと言いそうだよね。ほんとだからなんか集めてる人、うん、いるんじゃないかな、うん、そういうのが好きでっていうのは全然いるよな。うちのおばかなんかがなんかペナントとかよく貼ってた気がする。あペナント、うん、もう今あんまりないらしいですね、ペナント。もうだって飾らないでしょペナント。うん、そうね。あ、うん、続きまして、はい、大助パパさん、はい、男性の方、神様鬼ときてつけなんでしょうかね。どうぞ、ペサテトさん、いつも楽しく動画拝見しております。はい、ありがとうございます。今回のテーマ、なぜか家にあるものですが、少し趣旨と違ってたらごめんなさい。はい、私の実家の神棚に飾ってあるのは、うん、2枚の心霊写真です。怖っ。まあ、心霊写真カッコ張ってなってなってるんだけど、うん、当時はフィルム式のカメラしかありませんでしたので、うん、早くフィルムを使い切って現像に出したいからという理由で、うん、父が幼い頃の私を何気なく自宅で撮影したものです。ほう、うんうん、1枚目には背景が見えないほどに雷のような閃光がびっしりと映っていました。ほう、うん、雷のような閃光、あー、まあ、光っていうことなのかな。2枚目は私の肩付近に卑弥呼様といかにも叫んでいそうな特徴的な髪型をした男性の顔がぼんやりと映っていました。はあ、左右耳の横に鉄アレイみたいなのつけてる感じのやつだね多分ね。わ、はあ、かるわかる、うん、当時怖くなった両親は
地元の神社の神主さんに相談したそうですが、うん、これはありがたいものだから大事にしてくださいと言われたそうです。え、その結果神棚に祀られています。あ、はあ、なるほどね。私の先祖は雷属性かの大和テキル的な何かなのかなと想像予想しつつ、とても強そうなご先祖様に守られて心強いと感じております。ああ、なるほど。へえ、いいもの、それはすげえな。あ、まあ、いいものだって判断されたんならしょうがないよね、うん、そうね、神主さんが。うん、心霊写真、心霊写真とか流行ってたけど実際に見たことって俺ないんだよね。俺もないな、ほんとテレビ番組の特集とかで、あ、そうそう、みたいなさ、ほんとそれだね、ってなってたのは覚えて、怖かったいうあの手の番組。うん、うん、それぐらいなんだよな。うん、まあもう難しいよね、動画とかになってるもんね、だからね。そうね、うん、そうね、ちょっと画質の荒い感じので、なんか加工してんだかしてないんだかみたいな。うん、続きまして、はい、トランペット吹きの翼さん、女性の方、はい、ドンピシャさん、ペチャコさん、テッドさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。テーマのなぜか家にあるものについて、私のなぜか家にあるものはお手玉です、うん、お手玉。うん、これがなぜ不思議かというと、それが置かれているところがとても不思議なのです。うんうん、そのお手玉は2階に上がる途中にある小窓、よくあるね、うん、そうで、小窓のへり、窓の下の部分にある小物が置けそうなスペースに、私がおそらく初めて履いたであろう小さな靴下と共に置かれています。うん、うん、不思議ちょっと怖い話、怖いね、ちょっと怖いね、うん、生まれてくるはずだったみたいな感じじゃないの、ないだろうな、何の変哲もない手作り感満載のお手玉で、初めての靴と並ぶほど記念に取っておくようなものとは思えません。私が知らないだけで、何か両親にとっては記念の品なのか、それとも幼い私が遊びを置いてそこに放置したまま幾年も経ってしまったのか、なぜそこにと聞けないまま、いつも家を出るときにその入れ合わせたお手玉を見てしまい、なるほど。あ、なんかいいね、ま、ちょっと 見ちゃうっていうのはなんか、うん、うん、ああこういうふうに言われるとなんかあるような気がしてきたな、うちにも実家なんか、わかる、なんか置いてあるんだよな、なんかが玄関とかに。あれは何だったかな、今はもうないな、多分あの、ま、ほんと前住んでるとこだったら多分そういうのいっぱいあったな。いや、なんかありそうだな、ね、でも多分もう当たり前すぎて別になんとも思ってないような気がする。戻りゃ気づくんだろうけど、うん、そうね、改めて見れば、うん、気になってきたな、自分の家がね、うん、では次でラストぐらいにしようかな。はい、はい、マオナンさん、女性の方、はい、はい、お三方どうもこんにちは。こんにちは。なぜか家にあるものということで、私が小学生の頃に見つけたものを紹介します。おい、うん、当時家で名札を探していて、名札ってのは小学校の時につけてたやつかな。あれってさ、もう最近はどうなの、つけてんの、やっぱなんかそういうプライベートな個人情報の個人情報ほぼ法じゃない、つけなくなってんじゃねえの。だってガンガンだって名前とか、ガンガン名前、後ろに住所、住所、うん、やってたよね。洗濯しちゃってバッてなんかもう滲んじゃってインクがね、全然わかんねえみたいな、なったなったなった、うん、新しく書いてもらったりしてた、うん、やっぱ今もうないないね、さすがにもうないね、ないよね、うん、あ、学校に着いたらつけるんだ。なるほどね、めんどくさ、めんどくさいね。どこでつけんの、え、もう持っといてってこと。そうじゃない、置いといちゃダメだったり、あーそうか、置いといちゃダメそうだね、確かに、まあ、つけてない子はよその子だみたいなはぁ感じ、つけてない子は鬼の子だみたいな感じで足をぶつけるみたいな感じになるのかな、怖っ。それ子が持っていたお手玉が今どこかに消えてしまったらしい。あれ、なんか知ってるかもしれない。名札を探していて、うん、家族みんなで使う引き出し、家族みんなで使う引き出しって何。
あーでもなんかそういうのあった あった家族みんなで使う引き出し、どういうこと、そこに家族みんなで使う財布があって、要は家のお財布みたいな、まあ誰かが来た時になんか支払わなきゃいけないみたいな時に誰でも使えるように家族みんなで使える財布が引き出しに入ってたわ。引き出しっていうのはつまりタンスってこと？まあタンスみたいな感じ。そういうのが あったのか。家庭によってはもしかしたらあるかもしれない、そういう。なるほどね。うん、その家族みんなで使う引き出しをガサゴソしていると、引き出しの奥になぜか金色のベルを見つけました。はあ、うん、ほう、親の仕事は工場と生命保険の営業なので、ベルなんて使うあてもないし、小さい時使ってたんだよと言われたこともありません。うん、音を鳴らしてみるとなんだか聞いたことのある音色でした。記憶をたどってみると、冬に白いヒゲのおじさん、うん、いわゆるサンタクロースかな、はあ、がいい子のところに来るという夜中にふと目覚めたけれど、目を閉じたままいい子に寝たふりをしてた時に聞いたことがある音色でした。ほう、ってことはお父さんとかが鳴らしながら来たってこと？ベルおしゃれ、おしゃれだね。演出したってことでしょ。だからそういうことだよね。それで起きちゃったらどうすんの。でも怖くないか、チリンチリンって聞こえたらなんかさめっちゃ怖いけどな。ベル、ベルってベルってどういう音する？シャンシャン？種類はあるけど。シャンシャンもベル？シャンシャンもベル？うん、シャンシャンなんかよくクリスマスのクリスマスの時の曲とか、シャン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 みたいな、デンテントントゥーンのあのフルタイプのやつもベル、ベルだしね。鈴がいっぱいついてるやつ？うん、鈴いっぱいついてるやつもそうだし、なんかこうプルンプルンプルンってなるやつもあるし、あるあるある。いろいろ種類はあるな。どれどれね。うん。周りがサンタさんは実は親なんだという噂が出始めていても信じていた純粋な子供でしたが、うん、そのベルを見つけて、冬休みが終わってからはサンタさんはいない悲しみとチリンチリンと2回ベルの音を欲しいものを枕にそっと置いてくれた親の気持ちに感謝と、ごちゃ混ぜて新学期を送って、あ、要はサンタなんてもうそのベルを初めに見つけたらもっと昔なんだね多分ね。ああなるほどね。でその時に、あ、これを鳴らしてたのはうちの家族の誰かかと気づいてしまったということか。はあ。でそこから忘れてて偶然最近見つけたよってことかな。なるほど。そうなんだ。最近じゃないか、昔か。昔なんじゃない？なんかちょっとよくわかんないこれ。昔探してて昔ベルを見つけちゃってこれなんだろうってなったら、あ、サンタの時のあれだってなってしまったよって話。ああ、そういうことか。なるほどなるほど。今でもベルを見つけたことは親に言ってませんし、いつの間にかあの引き出しにベルはありませんでした。ほう、なるほどね。そうか、それはだから家族でみんなで使う引き出しに入れておいてはいけなかったやつなんだね。ああ、まあそうね。ああ、なるほど。ああ、難しいよなクリスマスって。クリスマスね、どうすんの、どうする予定、何が、親になった時クリスマスちゃんとやる？そりゃ最初のうちはやんないと。やるんじゃないかな。いや、そんなガチガチにはやんないでしょ。あ、そう、サンタの格好をして、うん、どこまでやるかだね。いや、全然いると思うよ。うん、ちゃんとやるっていう。いや、バレずに置くぐらいじゃない？バレずに置くぐらいはやろうかな。多分そうじゃないかな。え、ガチではやんないだろうな多分。サンタさ、昔どこから来てるって言われてた？なんか煙突からだったじゃん。うん、そうするとさ、俺らってさ、じゃあうち煙突ないじゃんっていう疑問が来るでしょ。そうだね。それどこ、とかって言われてた？いや、特には言われてなかった。そう、うん、そもそもサンタが持ってきてくれるという話ではなかったんですよな、うち。あ、ほんと。あ、もうそういう、うん、あ、窓からか、なんかコメントだと窓か。うち風呂のあの上のとこからだったんだよね。風呂の上って何？風呂でさ、一箇所開くとこあるでしょ。あー、 ある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 。あー、はいはいはい、ガポッて外れるようなやつね。ある家はあるだろうね。うん、
換気扇じゃない、なんだろう、換気扇じゃなくてだよね、あそこから来んの、うん、あそこお前んちだって今なんか Wi-Fi のあれを置いたんじゃない、そう、うちはね、うちは今あの最終端末が入ってる、ルーター、うちは今ルーターが入ってるけど、実家のところはここから来るから開けちゃダメだよって言われてた。すげえところから来るな、うん、サンタ俺信じてた時期あったのかな、俺ちょいちょい信じてた気がするな、最初は。最初はね、まあやっぱ気づく瞬間あるじゃない、うん、多分ね、信じてたのかな、でもなんか置いたなみたいな、なんか今置いたな枕元にみたいな、うん、なんかもういつの頃からか金をくれっていうようになった気がする。嫌な子供だなもう自分で買うからって言って、嫌な子供。それでなんかドラゴンボールのゲームとか買いに行ったわ。それは何歳ぐらいの話？小学校。うわぁ、マジか。嫌な子供。やだなぁ。もうその時にはもう知ってたんだろうね。で、どうせね、買うなら一緒だろみたいな、俺が買いに行くわって。じゃあ枕元に何、1万円札とか置いてあったの？いやもう 手渡しだから。うわぁ、そうはなりたくない。そうだね、やだね。俺そんな子供は育てたくない。その家庭には絶対しない。でもなんかそれで逆にお金のありがたみみたいな、はぁ、だからね、ぼーっとしててくるわけじゃないのよ、ちゃんと親に交渉して。交渉？そう、クリスマスの時期だからくれって言いに行くんだ、こっちから。で、受け取って、それを手に何を買うかっていうのを考えるっていう、そういうのをだから学んでたわけだよね。いやでも資本主義で、もうすでに資本主義で。逆にお金はダメだったわ、うち。そうだね。あ、でもそういうとこもあるだろうね。てかそれが普通じゃないかな、多分。まあ何でも好きなもん買っちゃうからね。そうそうそう。なるほどね。ギュンギュンに冷めてる。いろんなサンタがいますよ、だから。さ、それはなかなか。もうサンタじゃねえ。サンタじゃない。それは大人だよ。大人、普通の。ただの親から本当にお金、お小遣いをもらってるんですよね。そうだよ。逆にくれって言っちゃってんでしょ。そうだよ。そうなんだよね。うん。プレゼントじゃないね、もう。うん。プレゼントじゃないよ。なるほどね、そういう家庭もあるんだ。あるんじゃないかな、中には。まあなくはないでしょうね。まああるよね、絶対、うん、そうか。ごめん、ちょっと現金獲得イベントって、うん、いやほんとその通りだよ。そうだよ、現金獲得イベント、現金獲得イベントだよ。いいじゃない、1年1回。それちなみにいくらぐらいもらえるの？いくらだったかな。でも欲しいものによって変わってた気がするな。なるほど。何が欲しいからこのぐらいだみたいな。それでお金もらえるんだ。そう、何が欲しいからこれを買ってくれって言わないんだね。何が欲しいからこれを俺が買いに行くっていう。待てないわけよ、俺欲しいわけよ。さ、夜まで待てないじゃん。でもだからクリスマスになっただろと、もうね、日数的にはそうだろと、で昼しかやってねえんだあの店はつって、うん、行くのよそこに。小学生だよ。ああ、小学生ね。小学生だもんね。小学生だけれど。すげえな。ええ。すごい。いろいろありますね。コメントにあるけど、親にお金もらいに行くのは全然珍しいことじゃないよ。まあね。クリスマスにそれってのは珍しい気がしている。まあ俺の誕生日がもともとさ、クリスマスにもう接近してたじゃん。はいはいはい、だからそういうので誕生日を、俺はだから誕生日をずらす交渉をしてたのね、親に。俺の誕生日はずるいと、同じにされるのはもうこれは不公平じゃないかと。あ、まあでもそういうのはあるだろうね。だから俺は兄貴と一緒にしてくれっつって、うん、俺の祝うのも俺も兄貴と一緒10月14日に祝ってもらってたの。ああ、なるほどなるほど。そうで、クリスマスはクリスマスで別の月だよもうって。そうそう、なるほどね。っていう交渉してたから、もうだからクリスマスっていうのも誕生日とだからほぼ同じものなったわけ。だから結局そういうプレゼントを渡すとかではなくっていうことなんだろうね。もう簡略化された結果。え、それさ、仮になんだけどさ、鉄塔さんがそのクリスマスにお金を欲しいと言わなかったらどうなるの？
何が欲しいって聞かれるんじゃないの。あーあー、それはそこで発生するんだ。多分最初のうち聞かれてたんじゃねえかな、だから何が欲しいって。でもそのうち俺が何が欲しいって言うようになって、で親共働きだったからまあ忙しいじゃん、うんうんうん、だから何が欲しいからもう俺が行くってなったんだろうね、ある時から。なるほど。そうすると楽だろうみたいな。お前の子育て楽だろうみたいなさ。小学生ながらに、うん、まあそうそうそう、気使うからね、子供っちゅうのは、うん、そういうことなんじゃないかな。そうだと思うわ、多分そういうことにしておこう。なるほど。そうだね。それならなんかわかるわ。うん、納得いったな、なんか。というわけでいろいろ送っていただいてありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと正月とかになるかな、次帰るの。ちょっと見てこようかな。あーそうね、うん。では普通のお便りもいくつか紹介させていただきましょう。お願いします。はい。ではペンコペンコさん、女性の方。ペンコ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 、大将の皆さんこんばんは。ババは最近は気候もすっかり秋めいてきましたね。お、季節の変わり目なのか、私ここ最近の私は体調崩しておりました。あー、わかりますよ、やっぱり。食後にお腹が痛くなったり、お、座っているのに立ちくらみのような症状が出たり。すごい、あれー、それはやばいね。それとはちょっと違うんだけどさ、うん、CM で、うん、堤真一、真一がさ、うん、あれ何の CM だ、背中でこれやってみてくださいって言ってできないやつ、手のひらを合わせるやつ。ああああ、背中で、そう、あのドンさんさ、じゃあ今手のひらと手のひらを合わせて。はい、合わせました。幸せってなるでしょ。幸せってなります。これを背中でやるの。え、気をつけて。やばいよ、あれでしょ、アリナミン。アリナミンか、薬だよね、薬かな、なんか貼るやつだか薬だか忘れたけど、うん、え、向きはそのまま上にする。うわー、無理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 、全然無理。俺これをテレビでやってて昨日かな、うん、本当に、うん、俺もできるかなと思ってやったら、うん、なんかどこもかしこもつって、あーすげえ悲鳴上げたもん、痛えっつって。これ無理だ、すげえ痛えのあれ。うん、できないのよ、これ全然無理。そう、いや無理したら多分やる。これ行く、これ行く、それ行くよ、やばいよこれ。それマジで痛いところの筋筋肉マジで俺ちぎれるよこれ。死ぬかと思ったから断裂するわこんなの、うん、やば、俺できんのやばくないと思ってさ。これみんなできんの普通に。いや多分ね、できないと思う。できないよこれ。いやこれ無理だわ、これ。ヨガやってる人しかできないよ多分。そうだよね、うん、ヨガ、うん、ヨガ用のやつでしょこれ。関節多分ダルシム用のやつ。そう、4箇所ぐらいね、外してると思う。これ本当に気をつけた方がいい、みんな。痛っ、めっちゃ痛い、俺本当に嫌だった。もうなんでやったんだろうと思ったもん。あー、体柔らかくないとやっぱ無理なんかな。まあ無理だろうね。いや、もともと俺無理だもん、そういう系。そのなんか背中でさ、なんかこうつける、指と指つける、ね、そう指と指、全然ついたことないわ俺。なんか反対側、片方はつくけど片方はつかないとかみたいな。片方届かないし、片方はもう届く届かないのレベルじゃない。え、なにこれ、後ろで何をすればいいの。背中洗ってるみたいな感じ。タオルがあれば背中洗えてますけど、なんか空を空をなんか手で描いてるなみたいな。よくわかんない感じになる。後ろで手のひら全部つけばいいの。手のひら全部ついて、うん、後ろでお仏壇の長谷川ができればいいんじゃない。あ、でも俺できるな。幸せって言って、また嘘つけ。そうやって何とでも言えるわ。俺もできるって言えるもん。え、ペイさんできんの。俺今できてるな。ほんとに。うん。じゃあ俺もできてるな。両手、俺もできてる。両手じゃない、手のひらはくっついてる。じゃあ俺もできてるな。じゃあ俺もできてるって何。俺できたぞ、じゃあ。できたぞ、じゃあ。いや、いくらでも言えるからな。いくらでも言える。あ、できるわ俺。いや絶対。嘘だよ。今度お前見せろ。あ、今度じゃあ見せるわこれ。まあできてなかったらさ、これもうできるまでやるからな。曲げるからな。うん。グって上に持ち上げるからな、手の部分。やば。まあ立ちくらみのような症状が出て、まあ体調崩してたと、ペンコペンコさんは。うん。職場の方と、まあ、季節の変わり目だからなとか、気圧のせいかもとか、気温差で自律神経やられてる可能性あるようだと、いろいろ話していたのですが、うん、家に置いていた牛乳の
賞味期限がすでに3日過ぎていたことが判明しました。あ、ちなみにその牛乳は1週間前に開封済みの状態です。あー、基本カフェオレにしか使ってなかったからなと思い、無表情でその牛乳はごめんなさいしたのですが、うん、その日から謎の体調不良はなくなりました。え？え？あー、牛乳のせいだったのかみたいな。なるほど。そんな、牛乳開封済みの牛乳は 2,3 日で飲み切るのがまあマストみたいです。3日で？3日でやっぱダメかい。まあ牛乳割とだよね。まあよくはないんじゃないかな、うん、でも俺も牛乳もう1日過ぎてたとしても無理だわ。俺もね、かなり敏感なんだよ俺も、その辺、うん、俺も賞味期限は、うん、そう、何時とかもダメかも。一度ダメだったことがあってから、まあ、この辺は分かる分かる、うん、もうダメになっちゃうんだよね。ダメになっちゃった、過ぎてると。特にしちゃって牛乳系はねマジで弱い俺、うん、本当に。俺、サニショーの皆さんは賞味期限の失敗談などありますかと。賞味期限でさ失敗、うん、実家でお腹空いたからグラタン、冷凍のグラタン食べて、うん、で1ヶ月後ぐらいにうちの母ちゃんに、うん、あのグラタン賞味期限2年前だったけどって言われて、あ、うわあの多分近場で言ってたら、うん、気持ちの面でやられたと思ったから、うん、1ヶ月後に言いましたって言われたことはある。すごい。ああ、なるほどね。うん、だから何にも、はい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 、何にもだった俺、まあ。知らなかったから。冷凍ってことでしょ？そうそう、冷凍だったからなのかな。でも2年。冷凍ものだとなんか案外いけそうな気もしちゃうな、ちょっとな。行きたくはねえけど。冷凍ね、行きたくない。なんかアイス感覚でいけるってこと？いや、まあ、凍ってるからそんなシャリシャリでいくわけじゃないよね。あんまりその進行度が遅いというか、うん、あ、まあまあまあ分かる分かる。そう、これ前多分なんかのタイミングで話したことあると思う。あ、なんかで言ってたね。そうそう、うん、それぐらいかな。でもなんか当たったとかは、いや、大学生の頃とかに一人暮らししてると、うん、結構賞味期限の感覚とかがなくて、おう、それでなんか液体なはずだったのに固体が出てきたみたいなのはあった気がする。うわ、経験として、うん、やだ行ったそれ。それぐらい、うん、行かねえわ、わって思って行ったわってなるよねわなんだこれって思った気がする。あー、賞味期限ね。あと、あんま、まあどうなんだろう、失敗はそんなないかな。失敗っていうのは本当に当たったとか、当たったとかでしょ。そうだね、まあほんと普通の腹痛ぐらい程度だけど、なんかお腹痛くなっちゃったなっていうのが、うん、その実際にそれのせいで当たったのか、まあ、そう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 、分かんないよね理由、分かんない、うん、がっつりはないな。うーん、ないな。そうね、がっつりは俺もないかな。ないかな。暑い時期はほんと気をつけないとね。まあそうね、いけませんよ、うん、本当に。続きまして、どうしようかな。どうして、神に喧嘩を売ったら悪魔から招待状が届いた三男性の方。な、やば、うん、誰。なるほど。最初の皆さん、こんばんは。こんばんは、僕はサニショーさんの雑談を聞いてとっても困ったことがあります。うん、それはあまりにも下ネタが雑談中に話されていて、うん、その下ネタが家族に聞こえてその場の空気が気まずくなるということです。うん、イヤホンをすればいいという意見はごもっともなんですが、うん、勉強をしてるときとか外してないと集中できないのでスマホが出る音声は周りに垂れ流しなのです下ネタを言うのは全然構わないのですが、構わないんだ、音量を下げるために言う前に合図が欲しいですそれすごいくらいそれすごいね。今から言うぞって言わなきゃダメ。今から下ネタを言いますっていうすごいねそれは。気まずい空気にならないためにも検討のほどよろしくお願いします。言ったところで間に合うのかな。間に合うかな。下ネタ言うぞっていうのは聞かれてんだよ。でもそうだよ、ね、今から下ネタ言うから。いやじゃない、逆に気になるよね。うん、それも親に聞か、あの子下ネタ下ネタ言ってるやつ聞いてるわって。下ネタ言うときあの子音量下げたわってね。その方が気まずい。恥ずかしいけどな。なかなかだね。なんかの
例えば効果音とか、あこれが鳴ったってことは5秒後に下ネタ来るぞみたいな。あなんかじゃあ、うん、どうしようかな。あおねえ、あのね、わおわおわおが先に入っちゃった。5秒前にわお5秒前にわおって言わしとけば、プロレスラーのアンダーテイカーが入るみたいな感じでドーンってなるから、そしたらなんか5秒後ぐらいになんかおちんちんとかなるみたいな。あそう、練習めんどくさいな。めんどくせえ。あだはなんか満を持して下ネタ言いますみたいな感じになるのが、ずっとドゥーンと言ってたらやだろ。うん、やだよ。いいじゃない、聞かれたって。そう、かわいいもんだよ。気にすんの。大丈夫だよ。ゲーム勉強頑張れ。勉強しろ。勉強した方がいい。そうだね。あの、聞かずに勉強した方がいい。そうだね。違う時に聞いてもらえれば。どっちみち聞いてたら集中できなくない？どうなんだろう。でも人に読んのかな。なんか深夜のラジオを聞きながら勉強するとかっていうのはよく聞くじゃない。ああ。俺は結構やっぱその文字とかが頭に入ってきちゃって、だから集中できないんだよね。俺もそうなのよ。うん。俺も無理だな。でもなんかこうもっとなんとなく聞ける人とかも多分いるんだろうな。なんか構造として頭の案外いけるみたいな。そうなんだよね。ですごいなって思うだから。それでラジオの方がさ面白くなっちゃったらもう無理じゃん。もう気づいたら笑ってて、集中できてない。そうだね。むずいよね。まあ普通にむずいなと思うんだけど。ながらでね。てりゃいいけど。うん。では続きまして、はい、ミドリムシ鬼太郎さん、女性の方。はい。はい。ドサンペさん、テッドさん、こんばんは。こんばんは。質問がありメールを送らせていただきました。はい。はい。私は大学2年生で近所のスーパー（マックスバリュー）で働いて、レジのバイトをしています。マックスバリュー。うん。私が住んでいるところは田舎で高齢者の方が多いので、若い人がレジをしていると、べっぴんさんやな。えらい可愛らしいゴルやんかなどと冗談交じりの褒め言葉をいただきます。なるほどなるほど。なんか牧歌的でいいね。うん。おじちゃんおばちゃんに言われながら笑いながら言われるとこちらもありがとうございますとニコニコしながら受け流せるのですが、昨日は25歳ぐらいの男性からの視線を感じ、なんだろうと思っていたら君可愛いねと言われ驚きました。あーすごいね。それはすごいね。お父さんがわざとオタク僕文章を読む感じ、あ、君可愛いねって言われたんだからね。いきなり気持ち悪くなった。いきなりキモいね。ありがとうございますと返したのですが、レジが終わってからもずっとこちらを見てきて、いやーなかなかだね。ちょっと怖いね。それはなかなかですわ。そこで疑問なのですが、店員さんに可愛いねという人は何を考えているのでしょうか。気持ち悪い。普通は可愛い人がいても可愛いねって声はかけませんよね。友達もバイト先で声をかけることが、友達もバイト先で声をかけることが多いと言ってました。へぇ、かける、かけること、かわいいとかってこどうなんだ、言う側ってこと、言う側なの、それはさすがに違うか。うん。三人称さんおよび聞いている皆様の意見を聞かせください。かわいい人がいてかわいいって言えないけどな。いや言えないよね。言うことないもんね。うん。いやそれすごいけどな。そうなんだ。しかも何だったら他の人も要はいるわけじゃないね。だからね、うん、時間によっちゃいるだろうけど、その中で言うってすごいけどな。あ前の人とかが言ってるからこれはいけるみたいな感じになったのかな。なったのかな。かわいいねって言われて、うん、そのおばあちゃんとかにね、うん、それでありがとうございますってニコニコしながら言うその顔が見たいんじゃない。あだから行ってみたけどすげえ凍りついてありがとうございますって返されたからもう終わった。違う違うみたいな感じで見てたのかな。その緑虫鬼太郎じゃない、違う、畜生許せねえでチラチラ見てたんだね。エロい本読んでやるっつって読め読め読んどけ読んどけ。もうどうなんだろう。あでもやっぱ接客してるその可愛い人とかは言われがちなんかな、こういうのって。まあやっぱり思ったことを言う人も少なからずいるだろうから。まあいるだろうね。うん。そうね。女性はやっぱ気をつけた方がいいね。そうね。うん。どうよ。へえ。可愛いんだろうねきっと。だからね。いや可愛い。まあ可愛いんでしょうね。可愛いよ。可愛いね。可愛い。ベッピンさん。
ハッピーお釣りをください。温めてください、それ。プロから出して温めてください。レシート絶対もらうだろうな。あーそうね、うん、レシートどうされますかつって2枚ください。それはダメ、それはダメ。2枚はダメか、うん、2枚はダメ。では続きまして、はい、ん、神風万事グレンタイさん、男性の方。万事すげえな。大将の三方こんばんは。こんばんは、神グレンです。あれ、略して略したね。略して略すんだね。うん、この度は、ある方に僕の悩みを聞いてほしくてお便りを送らせていただきました。ほう、それは鉄道さんです。鉄道さん、あれ、雑談などを拝見拝聴させていただいているのですが、うん、友達がいて、友達は三人称は名前は知っているけれども見たことがないという人がいて、うん、まあ、どういう人か教えてあげようと、僕は数年前のお三方の雑談で、鉄道さんが古畑任三郎のモノマネをしているところを聞かせました。はあ、俺雑談でやったことあるかな。いやー、なんかちょいちょいありそうだけど。そうだよ、なんかメール、うん、どれ読もうかなとか言ってる時、自然となる時あるからね。自然とやってる気がする。すると友達は腹を抱えて大爆笑。やった、おー、いいね。やったじゃん。すっかり三人称のファンになりました。ほう、仲間が増えたと喜んだのもつかの間、うん、その後二人で遊んでいて、夜ご飯何食べると聞いたら、ぬむ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 としか返してない。腹立つわ。ぬむ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 って何？いやー、あでも分かる。なんだろう、分かる。ニュアンスは分かるわ。出てる？うん、ニュアンスは分かるよ。あの、なんか分かるわ。おかしいなと思ったのですが、その後何を言ってもぬむぬむぬむ。いや、鉄道さんも言ってるよ。言ってるよ。来なくなりました。言ってる。うん、ぬむぬむ言ってる俺。うん、ぬむぬむ言ってる。この前あそこの道路工事してたじゃんね。ぬむあそこ喫茶店になるらしくてさ、ぬむぬむ来月オープンするらしいけど、ぬむぬむぬむ。うざ、使い方間違えてる。本当だよ、使い方間違っちゃってるそれ。といった具合に鉄道さんの古畑任三郎を聞かせて以来全然話ができなくなりました。それが1ヶ月続いています。うわ、長っ。鉄道さん、僕はどうしたらいいですか。友達がおかしくなってしまいました。なげえなぁ。いらねえよ、そんなの。無視しな、それは。ぬむぬむ言ってんのは。会話できなくなるってやばいね。そうだね。どんだけ気に入っちゃったんだよ。それそんな面白くねえぞって言ってやる。めっちゃ古いからなって。聞かせといてなんだけどさ、つって。なんだけど、それ、もう知ってる人あんまいないよって。言ってあげな。そもそもそんな似てないんだからぬむ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 言われるのやべえな。追伸、はい、名前の神風万事グレンタイは、うん、僕が10年前中学生の頃にヤンキーに憧れていた友達と作った改造自転車チームの名前です。うわー、なんだっけ、改造自転車、なんて名前。神風万事グレンタイ。神風万事グレンタイ。後が怖くて勇気はなく、学ランの第二ボタンまでしか開けることができずに、特にヤンキーにはなれませんでした。今真面目に働いています。なるほど。静岡らしいよ、いつか静岡に、トークイベント来てくださいって。あーなるほど、静岡そういえばまだ全然行ったことないね。そうだ ね、いずれ行きたいな、うん、なんか静岡は楽器の街なので公演できるホールがいっぱいありますよ、だって。そうなんだ。あ、そうなんだ。そうなの、なんか楽器メーカーさんとか多いのかな。ね、わかんないな。みたいなのがあるのかしら。そうなんだ。どうなんだろうね。では続きまして。はい。はい。どうしようかな。何にするんですか。どうしよう。ちょっと何でしょうか。ちょっと喋ってて。出てくるんじゃない、これ選ぶときって大体出てくるよね。俺とお前とマイゴロさん、女性の方。マイゴロ、どうさんペサテトさん、はじめまして。はじめまして。お前とマイゴロです。はい。皆さんに聞いてみたいことがあったのでメールしました。はい。私は結婚して富士山のふもとの地域に引っ越しをしたのですが、うん、どこだろう、それこそ静岡とか山の地、同じ県内でも通じない方言がちらほらありあります。なるほど。例えば私の実家の方ではゴムのサンダルをジョンジョン、またはゴムジョンジョンなどと呼んだりしているんですが、ゴムジョンジョン、サンダルってことなんだね。そうするとジョンジョン、
へー。なのかな、サンダルっていうよりなんかもっと古いすっかけじゃないけど、なんだろうね、なんかそういうやつ。でも、あ、ジョン、ジョンジョン、ジョンジョンっていうの、え、それは方言なの？方言なのかな、でも方言だって言ってるよ、ジョンジョン。あ、主人には通じなかったりすると。うん。で、お調子者のことをおだっくいと言うんですが、それも通じなかったりするんですが、おだっけ、おだっくい、おだっくい、うん、おだっくいで、お調子者のこと。へー。なんかそれはなんかでもなんかありそうだよね。おだっくい、ある日、うん、近所に住む主人の実家で、実家のお母さん、うん、あの、旦那さんのお母さんね、うん、からおかずをもらい、これエリックして食べなと言われました。かっこいい。ちょっと面白いな。主人は、うん、ああ分かったと返事をしてるんですが、うん、私の頭の中ではエリックって何と、うん、そりゃそうだよ。そりゃそうなの、ね、エリックするって何するのと。いや好きだな、そう、こっちの方言なのかなと、パニック、軽くパニックになりました。うん、お三方には分かりますでしょうか、エリックの意味。エリックして、うん、これエリックして食べなって。ない、焼いてとかそういうこと。ああ、なるほどね。まあ、うん、チンとかそういうことだよね。ああ、なるほど、うんうん、温めろって意味じゃない、ね、なんかそんな私は分からなくて、自宅について主人にエリックって何と聞いてみると、うん、エリックっていうのは、電子レンジでチンすること。ああ。私はびっくりして家族や友人にエリックが通用するのか聞きましたが、全く通用しなかったと、誰も分かんなかった、うん、なんならそれはおかしいぞと笑われる始末でした。主人も通用しないことに驚いていました、うん、あれ、あ、個人的なやつってこと、うん、なぜお母さんがエリックと言ってるのか謎なのですが、謎なんだね、思い出して主人と不思議だねと笑い合っています。そうか、今調べたら出てこないもんな。そうだね、まあエリックだから、エリック来てる、エレクトリック、うん、そういう感じなのかな。あ、バチバチ言うみたいなさ。それかもうトゥントゥクトゥントゥントゥントゥクトゥクトゥクってなんか音が鳴ってたんじゃない。あ、なんかチンする時に、あった、え、あった、パナソニックエレックの電子レンジってのがあるわ。エレックの電子レンジってのがある。うん、ちょっと待ってくれよ、エレック、それなんじゃないじゃん、これだ多分。それをもうだから電子レンジをエレックって呼んでたってことか。呼んでたんだね。製品の名称、ね、名称でエレックっていうのがある。うん、エレックってのがある。へー。パナソニックのエレック。あ、本当だ。パナソニックエレック。なんかしかも最近の方じゃない？そう、最近のも全然ある。昔からあったのかな、だから。はー、なるほど。で、その家ではエレックっても呼んでたってことか。そういうことだね。そうだね、レンジ、パナソニック、ニーズに合わせて選べるお手頃サイズのエレックって書いてあるもん。すげえ。そっから、なるほど、これからなのかな。まあでも多分そうだよね、可能性はかなり高いね、かなり高い、だそうなんじゃない、うん、割とすっきりした。だから次言われたら、いや、うちエレックじゃないんですけどって言ってやればいい。お母さん、うちエレック使ってませんけど。冷めてる。ヘルシオですって言ってやれよ、じゃあ。エレックって誰ですか、エレック、あるんだね、面白いね、面白い、こういうの、うん、なんかあるんだろうな、いえいえで。ジョンジョンはちょっとわからんな、ジョンジョンね、うん、でもジョンジョンわからん、確かにジョンジョンわからん、サンダルのことジョンジョンって言うらしい、うん、では続きまして、はい、はい、ちょっとだけお豆ちゃんを読もうかな。そう、はい、お豆ちゃんとは皆さんが知ってる豆知識を、教えてもらうコーナーですが、これが本当に合ってるかどうかわからないので、気が向いた人は調べてください。お願いします。はい。見かけによらず風俗嬢さん、女性の方。おい。のお豆ちゃん。はい。うん。最初の皆さん、こんばんは。こんばんは。ネックレスについてのお豆ちゃんをお送りします。うん。よくラッパーがつけてるような金色のネックレスのことをブリンブリンと言います。そうなんだ。言うね。そうなんだ、これ言うよ。あ、テッドさんラップ詳しいもんね。俺はもちろん、俺も自身もまだストリート育ちのラッパーだし、マジでレペゼン、喋り方が変わった埼玉、マジでレペゼン埼玉だし、で、うん、その業店内にもラップ好きなやつがいて、あ、そうなの、そいつがよく言ってるブリンブリン、
ブリンブリンじゃないこれっつってなんか言ってる。金色のとかネックレスとかほんとブリンブリン。へぇ、そうなんだ、うん、初めて知った。先日鉄道さんの和太鼓仰天のパフォーマンスを彼と見に行った時に、うん、金色の十字架の笛十字架の笛じゃないんだけど、鉄道さんのね、まあ、うんうんうん、ね、確かに十字架っぽくなってる笛ね、うん、を見て、あの人ブリンブリンじゃんみたいな言われて俺太鼓叩いてる時もブリンブリンだったの。あれやばいね、捨てきれてないってすごいね。あれブリンブリンなんだ俺、うん、太鼓叩くのにこれからブリン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 で叩いてるらしいなと思うよな。まあラップ、確かにラップしてるからね俺あの中で。してるインフンでるから叩きながら。そうなの、ミスってばっかじゃん。それもまた、それもまたリアルだから、それがリアルだし、フェイクじゃないから俺がやってる。マジザザ。で、気になって由来を調べてみました。うん、ブリンブリンブリングブリングね。うん、ブリングブリングなんだね。 BLING、うん、ブリンブリン、この言葉はまあスラング、うん、でダイヤモンドがキラキラ光る様子を形容しているのもアイスっていうらしいんだけど、うん、それが語源。うん、アイスが語源なの？アイスが語源でブリンブリン？それともダイヤモンドがキラキラが語源なのかな？わかんないけど、なんかジュエリー的なあれなのかな？それがまあラッパーの間で流行っている過剰にド派手なジュエリーや、うん、あるいは現金、高級会社などに象徴されるきらびやかなライフスタイルを意味するようになった。おう、ブリリアント。ああ、ブリリアントね、確かにそうかもしれない。とか、もともとスラム街出身の黒人アーティストはヒットを飛ばして巨万の富を得て、それを湯水のように由来することを由来し、湯水のように浪費することに由来しているとか。はあ。え、あのさ、うん、ヤンキースとかのやつもあれもブリンブリンになるの？ヤンキース？ヤンキースのつけてる人いないよく。黄色の。ヤンキースってあのニューヨークヤンキース？そう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 。NY？ マークあるじゃん。あれニューヨーク金色のやつ作ってる人。金色だったらもうブリンブリン。あ、もうブリンブリンになるんだ。あれはもうニューヨークのやつじゃなくて。ニューヨークのラッパー、そっか。うん。ニューヨーク育ち、うん。なるほど。エイトマイルみたいな感じだから。どちらかというと。なるほどね。うん。多分ね。まあ、とにかくイケイケな感じの人の首元に光るものをブリンブリンというのが、まあ、ちょっと、まあ、抜けだけど可愛く感じる。まあ、ブリンブリンという響きがね、ちょっとね。ブリンブリン。可愛いよね。うん。うん、はあ。だって知らなかったわ。そうなんだね。ブリンブリンだってことを知らなかったわ。ああ。そうなんだ。ああ。これからだからみんなもブリンブリン使ってってください。使おう、ブリンブリン。ブリンブリンじゃないっつって。あんまり見ることもないけどね。あんまりみんなブリンブリンじゃないからね。ブリンブリンじゃないね。ブリンブリン。っていうか、ブリンブリンなものつけないな、確かに。つけない。金色とかあんまつけない。つけない。全然つけない。だから、携帯の待ち受けが宮脇ひろの人が見たら、ブリンブリンじゃねって言えばいいんじゃね。ああ。金色だから。金色そこだけで何にでも言えるようになるね、そうすると。ああ、そうだね。金色なもの、金色を見かけたらもう言うしかないな。金色でブリンブリン。金色のものがあんまないな。そうそう、ああ、そんなにないよね。うん。で、時計とかも、我々はね、質素な色だからね。そうね。わあ、ほんと。ブリンブリン。うな方はもうブリンブリン？それプリンプリン。何度かプリンプリンは出てきてたけど言わなかったけど、まさかうな加藤の方から来るとは思わなかったわ。もう変換しなきゃいけないからね。そうだね。なるほどね。プリンプリンはだからあんま使う、お尻に使うかうな加藤見た時に使うか。そうだね。うな加藤あんま見ねえから。うな加藤見ることはもうなかなかないだろうね。なるほど、なるほどね。うん、ね、はい、そうなんだね。では、普通のお便りにちょっと戻りますが、はい、ポーチさん、男性の方、大将の皆さんこんにちは。こんにちは。先日妻、奥さんがいるんだね、うん、うん、妻の裏垢、多分ツイッターだと思うんだけど、の裏垢に誤っていいねをしてしまいました。ほう、うん、ほう。妻はいわゆる、まあ、腐った女子と書いて腐女子で、うんうんうん、重度のボーイズラブね、 BL オタクでもあります、うん、妻は本赤では
夜ご飯美味しかったなどと可愛いことを言ってるんですが、うん、裏側では推しキャラの名前を叫んでいました。なんとかーってもなんとかーってすごいやったのね、多分ね。もちろん私はほんわかしか知らないという体で接していましたが、うんうん、奥多摩におすすめユーザーに現れるもう一人の妻、あ、うん、こっそりおすすめユーザーに出てきちゃうの？出てきちゃダメだよね。ないからか。あ、なるほど。鍵かけてなくてなんかフォローしてる人が似てるとかだと出てくるのかな。経由するのか。そこ出てきちゃうんだ。怖っ。やば。怖っ。みんなも気をつけな、持ってる人。これ気をつけた方がいいね。うん。あ、そうなんだ。結構アカウントいっぱい持ってる人いるんでしょ。いや、いるんじゃない？いや、意外とね、いるっぽいんだよね。なんか専用アカウントだとかっていう人フォローしてる。ゲーム実況者の人を見る専用アカウントで、そうそうそう、そういう人いるね。すげえ、なんかたまにね、狭い範囲だなみたいな。あの、本アカの方でもなんかフォローしてもらえたとかさ、プロフィールに書いてあったりするよね。そう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 、書いてあったりするからいるんだろうね、やっぱ大変だな。そりゃ大変だ。で、それのおすすめが出てきちゃった時に見ちゃってで、ちょっと多分興味を見て、うんうん、で、うん、スクロールした際に誤っていいねを押してしまったと。ああ、急いで取り消したのですが、うん、後日妻の裏垢が消えていました。うわいいねされたって通知を見てしまったんだね。だからね、言われたわけじゃないのか。言われたわけじゃないんだよ。でも妻も気づいちゃったんだよ、それで。なるほど。ということに。うわ、妻はそ知らぬ風ですが、ツイッターという単語が出ると私はドキッとしてしまいます。あ、何かアドバイスがあればお願いします。いや、ないな、アドバイス。アドバイスはないな。うん、もう終わってしまったことだ。そうだね。そっと取得してあげるのがやっぱ、うん、まあ触れない方がいいね。そうね。そうね。向こうから言ってこないってことは、だってそれ以外やましいものはまあなかったわけでしょ。まあ趣味のことだからね。うんうん、ね、それ以外はまあ特にそのエッチな私を見てみたいなやつではなかったんでしょ。ああいうアカウント、うん、うん、そうね、他の男とどうこうじゃないし、まあ、うん、しておいてあげるのは良いのではないでしょうか。うん、それがいいです。そうね、いいじゃないですか、趣味。やっぱじゃああれ、の名前叫んで可愛いじゃないですか。鍵かけるの大事ってことだね。いや、まあそうだと思うよ。見られたくないならね。ただ鍵かけちゃうと他の、うん、要はその共通の趣味を持った人が見れないからね。ああ、うん、どう使うかでしょ。そこで交流は作れない。難しいね。それは難しいよね。それは難しいわ。やっぱそっちはそっちで仲良くなりたい人とかさ、うんうんうん、見てほしいこととかあるわけじゃない。あ、まあそうよな。だからどう、同じ人をフォローしないようにすればいいのかな。どういうあれでおすすめに出てくるんだろうね。え、どうやって出てきちゃってんだろう、それ。この辺も仕組みがわからんね。いやーね、言うてね、違うアカウントってことは多分全然違う人たちをフォローしてるんじゃないのかな、本来は。うん、なんか共通の何かとか、何なのか。あんのかな。いや、すごいな、そういう見つけ方が。なるほど、コメントにあるけど、うん、夫をブロックしたっていう可能性があるの？ブロックすると見えなくなるの？アカウントが消えてますみたいな感じになるの？あ、なるほど。そうなの？そうなのかな。電話番号？同じ端末でログインしてるんで。あれ？でもさ、なんかブロックされた時ってさ、うん、なんか出なかったっけ、ちゃんと。ブロックされていますみたいな。ブロックされてるぞって。お前が気持ち悪いからブロックされてるぞみたいな。人自体は見えてる気がしたな。ねえ、見えてる。ブロックされたって出る。ねえ。あー、出てるんだ。あー。だよね。うん。いや、まあ、あらかじめブロックしておくのがいいのか。そうか。そうだね。そうね。万が一、万が一この人には見られたくないってやつ。そしたら分かんないもんね。そもそもなんで妻の裏垢だって分かったの？なんか特徴があったんかな。妻アットマーク裏垢みたいな感じだったのかな。これがメイン。そう書いちゃってたとか。アカウントがそう書いてあったんじゃない。あ、メインはこっちって書いてたってこと？そしたらもうそれは責任があるもんね。うん、そうだね。なんか、あ、なんか、あ、なんか、気づく何かなんか気づく何かあったんだろうね。本人にしか分かんない何かあったんかね。何があったのかな。あ、恐ろしい。なるほどね、まあ SNS が。気をつけた方が良さそうだね、それは。そうか。そう、コメントにあるからさ、まあこれを機にちょっと言うけどさ、俺の昔のバンドのアカウントもあってさ、まあそれ完全に偽なんだけど。
あーなんか言ってたね。そう、偽物のアカウントがあるっつって。これが通報とかあるじゃないですか。うんうんうん。いや何にも意味ないね。いいんだよね。何にもしてくんないってことですよ。何にも怒らない。ああ、うん、でこう結構嫌なんだよね。なんか裏垢みたいになってて嫌だよね。そう、絶対嫌だわ。で結構そのだから聞かれるのよ、気にされんの、これ裏垢ですかみたいな。はいはいはい、はい、とかね、ちょっとやめていただきたいんだけど、うん、どうもできないというかさ。そうね、そう、変にさこう言っても嫌じゃん。嫌だよね。そう、嫌じゃん。うん、情報があったりするし。そう、いや、どうしたらいいのかなっていう感じ。ほんとなんかちょっとほん俺の裏垢っぽくなっちゃってるのがすごい嫌なんだよね。あ、なんだろうね。俺のは裏垢じゃなくて本垢だから。あー、うん、サイスケ垢、作家の本はあるけど、 あれはもう何にも動かないでほっといてください。だよな。三人称の公式アカウントは確かあるんじゃねえか。ある、あれはなんかあった気がする。あれは本物。最初はね、あれがつぶやいてた気がするけど、うん、そう、あれは本物だけど、今誰もアカウントのパスワードとアドレス覚えてないと思う。覚えてないね、もう、うん、そう、作ってもらったんだよね、あれね、うん、確か確か作ってもらった気がする。うん、そう、あれはだからもうあれも無視してください。ね、使えたら使いたいけど。裏垢って怖くない？いや、怖い。自分で使うの。俺絶対無理。俺も無理。なんかさ、ツイッターのなんかアプリとかのあれでさ、うん、なんかアカウントを追加するみたいなのでさ、うん、今こうやってそれを切り替えることによって他の方でつぶやけるみたいな、うん、のがあるあるんだけど、そういう機能が。はいはいはい。よくこれできるなみたいな思う。間違えそうじゃない？すごい。てか間違えてる人山ほどいると思うんだけど。100間違えるわ俺。俺も多分100間違えると思う。うん、怖くてできない。怖い。よくできるなって思う。だからだって Google アカウントですらさ結構あるじゃない、うん、種類が。まあね、Gmailいくつか作ったりする。ゲーム用のはこれとかね、うん、それですらたまによく分かんなくなるもんね。ああ、分かる分かる。怖いよね、切り替えながら扱って。確かに。いや、聞くは裏垢でつぶやいて炎上みたいなの。いや、最悪じゃんそれ。最悪だよね本当に。ああ、まあでも俺らが高校生とかだったら、うん、高校生のなんか同級生のつながりみたいなのと、うん、まあ、別にやっぱなんか用意したいって気持ちにはなるかもね。見られなくなるみたいな、こいつらには、うん、まあ、それこそなんかゲームが好きでさ、うん、あんまり周りにいなくてみたいなね、うん、そこ話してるとなんかキムジェリーとか言われそうだから、ネット関係のやつと私生活を、あ、そう、そう、ね、ありそう、うん、ありそう。したら間違えて、お前これなんだろうみたいな、キモーみたいに言われるでしょ。鉄道キモーとか。あー、やだー。嫌ですね。みんな頑張ってんだな、だからな。あー、うん、あー、なんか気づかないふりをしてあげるのもまた本当だよね。大事なんですね。うん、ということで今日はこの辺にしておきましょう。いはい、動画見てる方、下の方にあります番組説明概要欄の中、すべてのお便りはこちらというところ。はい、ここからメール送れますのでぜひとも送ってください。はーい。何かありますか？ですね、はい、うん、これまだなんかできんのかな。今週の日曜日、来週の日曜日っていう表現か。うん、何日ですか？9月の22日に、はい、新潟の、うん、三条待って、ちょっと今情報を確認中だからちょっと待って。とにかく太鼓を叩くんですよ。はいはいはい、太鼓を叩きに新潟に行くわけだ。新潟に行くんです。三条市に行くんです。うんうん、それでなんかお寺で叩くんです。はいはいはい、なるほどね。でもそれはチケット買わなきゃいけないタイプのやつなので。あ、お寺さん。じゃあもう無理なんじゃないの？まだ売ってるのかな、わずかって。なるほど。あ、なるほど。三条別院、ちょっと確認してもらえないと分かんないけど、ギリギリでも大丈夫なやつなんだ。当日券いけるってこと？
いやわかんないですでもまあなんかおのおの調べてくださいそれは何と Twitter から遡ればいけるみたいな感じなの？ Twitter で一応リツイートしているので、あ、うん、鉄塔さんのね、まだ売ってるって。でも、まだ売ってるらしい。動画、そうか、動画が上がる頃には分かんないか、もう明後日、ね、次の日ですから、明後日ね、はい、売ってないかもしれないけど。なるほど、あれか、まあ、ぜひ仰天のアカウントもあるんだよね、Twitter あります。僕リツイートしているのでそこから辿ってもらえばいいかな。なるほど、うん、あ、そう、原宿プロジェクトというのに参加してますので、ほう、ぜひぜひよろしければと。皆さんどうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。というわけで三人称雑談271回以上となります。はい、はい、それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。あー、ちょっと待って、おー、どうした。俺はあと今週言ってたのかな、9月の25日、おー、うん、先月もやったんですけども生放送、おー、ゾタックの、うん、はいはいはい、パソコンの周辺機器とか売ってるメーカーさんとの生放送がありますので、まあ、はい、これはね、詳しい時間とかはまあまあツイッターとかなんなりかんだりって多分あると思うんで、うん、確か、うん、まあお電話で話しただけなんだけど、うん、まあ確定かどうかわかんないけど9時ぐらいになりそうっていう話だった気がする。あ、そう、9時ぐらいに開始が、うん、まあ1時間ぐらいかな多分ね、多分その時間はいつもは30分らしいから、早ければ30分で終わるし長引いたら多分1時間ぐらいになっちゃうかもしれないけど、なるほどなるほど、うん、まあ、ということらしいので、まあ、ぜひぜひお時間のある方はね、はい、見に来ていただけるとありがたいかな。よろしくお願いします。お願いします。以上、はい、それではさようなら。はい、さようならなんかシュッとしてたね、今日は。あっさりしたね、今日はね。今日は行っちゃったか、行っちゃったか、行っちゃったのか、シュッとしてたな、おい。